コンスティトシオンは、アルゼンチンの首都ブエノスアイレス特別区にある地区である。コムーナ市に属しており、人口は45,860人である。市の中心部から約 2km 南にある。地区の名称は、憲法の意味。一大鉄道ターミナルであるプラサ・コンスティトシオン駅や、コンスティトシオン広場を中心に、市街地が発達している。 ブエノスアイレス地下鉄、バス、自動車で容易にアクセスできる。コンスティトゥシオン駅の天井現在のコンスティトゥシオン、地区にあたる地域は、植民地時代には、ブエノスアイレスの郊外だった。1769年に教区として認められ、1777年に、ブエノスアイレスに編入された。別レヘム派の布教活動の拠点であり、彼らは、 ローマカトリック教会の鎮圧まで回復期の患者の診療所を維持した。この地区は巨大なファーマーズマーケットがあり、市南部の他地区に対する相対的な標高の高さが開発を促した。1856年、マーケットは交付されたばかりのアルゼンチンの憲法に敬意を表して名を変え、すぐに地区名称も現行の名称に変更された。 1864年にブエノスアイレスグレート、サザン鉄道の建設が始まり、駅や市場を中心に移民の居住区として急速に発展した。1885年にはコンスティトシオン広場のために市場が取り壊され、また新しい鉄道駅の寄港式が行われた。1844年には英国国教会のリバーインド、バートンロッジによって、 ヒエイリの診療所が開設され、1877年にブリティッシュ病院となり、現在でも地区最大の病院である。1891年に急進市民同盟の共同設立者となったイポリト・イリゴージェンはコンスティトシオン地区で生まれ育った。イリゴージェンは1912年に男子普通選挙の実施を承認させることに成功すると、1916年には、 初めての男子普通選挙で大統領に選出され、二度に渡って大統領職を務めた。1929年に世界恐慌が起こると軍部で体制変革を求める声が高まり、翌年には軍部がクーデターを起こして、イリゴージェンの実家は荒らされた。1976年に就任したオスバルド、カッシアトーレ市長は8本の都市高速道路を、 建設する計画を立て、市内にある2つの大通り、5月25日通りと7月9日大通りは、コンスティトシオン駅の北側で交わっている。この道路は、都市中心部への通勤者にとって大きな利益となったが、中流階級住民の郊外への流出につながった。ありがとうございます。